Radio. My Night. My Night. Laughter Night. 空気階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。はい、空気階段の踊り場第75回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。お願いします。最近なんですけど、はい、よく、うん、太ったって言われるんですよ。あー、なんかよく言われてんのは見てるでしょ。その僕は毎日一緒にいるから気づかなかったけど、うん、よく言われてるのは聞くでしょ、うん、で俺ずっとここ4年5年ぐらい、うん、その体重が96で、うん、その止まってるんです。あ、キープしてるんだ。キープしてるから。すごいね。あんまり96でキープする人いないね。96ぐらいの人ってもう一食食ったらもう100キロいって、またちょっと痩せて89とか80代になってみたいなイメージ、増減が激しいみたいなイメージあるじゃん、うんうん、俺はなんかそのぴったり96なんだ。すごいね。そうだから最近太ったって言われるけども、うん、まあ、そんなはずはないと思ってた自分の中で。ああ、そう、別にどんだけ食おうが、うん、まあ、ちょっと運動しようが結局は96で変わんないから、うん、まあ、測ってないし。そうそうそう、うん、だからなんかなんで96キープできんの。いや、それは分かんない。なんで96キープしてんのかものすごくお金ないのに。そうそう、それも分かんないんだけど、うん、だちょっとさ、ひげ剃ったりとかすると、うん、なんか顎のラインが出てきたりとか、うん、そういうなんか髪切ったら痩せたとか言われたりするから、まあそういうぐらいのことなのかなって、はいはいはい、思ってたんですけども、うん、あのね、この前ね、コンビニで、うん、あのトイレ借りようとしたら、うん、初めてね、うん、トイレに入れなかったの。でどういうこと？っていうのが、あのコンビニのトイレって、うん、そんなに広くないじゃん。まあそう、まあ広いところ、まあ、店によるけど、うん、まあ狭いところは本当狭かったですよね。そうそうそう。で、うん、ガチャってこうさ、ドアを開けるとさ、うん、こうそのドアがさ、便器に当たって、うん、こうガンとこう、まあ半分くらい開く。ああ、なるほど。だいぶ狭めの。そうそうそう。うん、トイレだったんだけど、はい、で、そう、普通に借りてね、うん、トイレ入ろうとしたら、うん、ドアの間に、肉が挟まっちゃって、うん、その腹が、うん、その、うん、便器側に行けないの。ずっと店側と便器側の間で、これ、もう、なんていうの、あーってこう苦しんでる感じ。そのドアに挟まっちゃってね。うん、でそんなことなかったから、あれと、うん、なんとか、うん、でこの肉を、うん、肉ってこう流動的なものじゃん。まあ、へこましたり、へこましたりとか、はい、押したりとかできるから、うん、なんとかこうギューって、こう、うん、押して、うん、向こう側に勢いで、うん、にゅるってこう入れるように、うん、すごい頑張ってるんだけど、うん、そのもうちょっと並んできちゃってる、後ろに。最悪だ。最悪でしょ。まだ入ってて入れないわかるけど、そうそうそう、デブが突っかえてて入れないわ。そうそう、最悪だよ。で、俺ももうすごいおしっこしたいから、うん、もう我慢できない。おしっこなんだ。そう、おしっこし、うん、で我慢できないから、そのやつとちょっとなんとかこう入ろうとしたんだけど、うん、なんかそしたらその、入ろうとしたさ、俺の背中がさ、うん、なんか蛇口のさ、手洗いのところの、うん、その手に反応したら水出るじゃん。ああ、はいはいはい。それが俺のなんか背中の肉かなんかに反応して、バーって水出て濡れちゃって、でもうちょっと恥ずかしくなっちゃって、うん、もういいやと思って、もう一回ちょっとすいませんっつって、うん、どうぞどうぞって、うん、その次の人に。それを一連見せて。一連見られて、後ろの人に。一応見られてますけども。何してんだろう、こいつってなるよね。まあ、どうぞどうぞ、先どうぞっつって、うん、で、行ってもらって。うん、でもその人がいなくなってから、うん、もう一回こうチャレンジしたんだけど。待ってたの、その人が終わるまで。待ってそれは押し越したい。こいつまた行くよって。そうそうそう。思われる。でもガーって、その人がね、出た後もう一回肉をこう、うん、押し込んでみたりしたんだけど、うん、結局入れなかったの。あ、だからそこでようやく、うん、あ、これ俺相当多分太ったなと。96じゃない、俺。96じゃないなと。あ、思って。最高何キロまで行ったの？最高俺ね、今までの最高108かな。ああ。うん。100は超えたことあるんだ。100は超えたことある。あ、うん。そうそう。で、それでもうなんか、その肉の腱があってさ、うん、でそしたらもうなんか、咳も止まんないんですよ、最近。最近ずっと咳してるんだ。そうそうそう。
いや、これもやっちまって。ごめん、本当に。いや、違う。今のな、何なの？違う、本当に、俺も、多分映ってるの。俺の真似をしたかったの？それ違う、違う、本当に、なんかいろいろな作用が働いて咳プッて出ちゃったけど。なんかあったのね。うん。わかんない。はい、まあ、それで、うん、いや、だからその、体調がものすごく、もう咳もガンガン止まんないし、あ、で、その、なんかね、寝てると、いびきがすごいうるさいんだけど。いびきすごいね。言われるでしょ。多分ね、首の肉みたいなのが、ものすごくその喉を圧迫してて、うん、だそういびきに対する喉のダメージみたいなのが、うん、これものすごい多分かかってるのよ。あ、なるほどね、負荷みたいなのが。だからその、寝てるじゃん。うん、寝てて、普通に、はぁってなってるんだろうけど、うん、そこで、もう、ありえないぐらいの咳で起きんの。なんか、というのを、ちょっと再現すると、うん、寝てて、あ、めっちゃ見るわけ。マジで見る、それ。その席。みたいな。ふーじゃない、ふーじゃないっていう。でこれがもうきつくて、こんなんで起きたらさ、ね、ほんとは寝たいのに。うん、もうね、はい、そもそもいびきがやばいもんね。まあ、そうなのよ。もう、ほんとに、ね、前、ラジオでも言ったかもしれないですけど、うん、漫画喫茶で、いびきでかすぎて、出禁になってるんですよ、ね。出禁になったことあります。ね、本当にすごくて。で、今日も、今朝、あれ行ったでしょ、外録みたいな。外録行かせて。星崎さんと、ええ。で、昨日の晩、もぐら、アルバイト入ってて、ええ、まあ、寝てないみたいな状態で、そのまま外録行って、はい、で、外録終わって TBS に戻ってきて、ええ、で、ちょっと、星崎さんすみません、眠いんで、ちょっと寝てないんで寝させてくださいっつって。まあ、その収録始まる前までの時間ね。はい。で、ブースで寝たでしょ？寝ました。はい。で、越崎さんが、うん、その時の、お前のいびきを、うん、生のいびきを今、録音してたらしくて。なんでそんなことしてんの、うん、いびきの素材があるらしいです。いびきの素材、うん、じゃあ、リスナーの皆さん、どうぞ。これがモグラのいびきです。やばいやばいやばいっていうね、これがモグラのいびきですけど、え、止まってなかったよ、止まってた、止まってた。やばいよね、これ。後ろでかけられて、ずっとかけ続けですけど。すごいね、なんで薄く BGM でいびきかけるんだって、本当にさ、なんか、魔王のいびきだよ。なんかそのさ、深い暗い森で、もうこいつが起きてきたら殺されるっていうやつの、横を通るときに、聞こえるいびき。彼岸島の鬼ね。鬼でも起こした瞬間、もう気づかれた瞬間、横の手、げんこつでボーンって潰されるやつのいびき。でなんかその、鼻息の部分もなんかちょっとムカついたね、なんか自分で聞いてるんだけど。なんかその、ちょっと安らか。ちょっと安らかな部分も残りつつ、うん、いやでも、止まってるのはこれ危ないね。危ないよ、ほんとに。これ、今完全にこれあれですよね、うん。いわゆる無呼吸。無呼吸症候群みたいなことになってるよ。でしたよね。うん、いやー、これはでもちょっと今自分も聞いて危ないと思ったね。危ない。マジで病院行きなよ。いや、病院じゃないでしょ。いや、もう痩せなきゃいけないけどさ、お前、うん、絶対に不健康ではあるじゃん。いや、だから病院行ったってもうさ、うん、今これ分かったじゃん、無呼吸って。まあまあ。それはもう無呼吸って診断されるだけだから。うん、金を捨てるようなもんですか。いやでもさ、本当に酒も飲むしさ、タバコもめちゃくちゃ吸うしさ、あんま寝てなかったりするからさ、絶対なんか早めに発見するみたいな可能性もあるじゃん。まあでもとにかく最初痩せろって言われるからね。うん。うん。痩せてから行くもんですから、医者っていうのは。太ってる状態で行ったところで、それも金捨ててる人もいるんですか。行きなよ、せっかく保険証を手に入れたんだから。いやいや、まあ手に入れましたけど、うん、まだちょっと早いよね。うん。だちょっと痩せてから、まあ行くっていうのはありだと思うけど。あ、まあ最終的にはね、うん、水川ぐらいのね。無理だよ。多分、標準体型の人が俺まで落とすのも結構むずいよ。最終的にはですよ。うん。
俺半分ぐらいだよ多分今お前の。いびきかかないでしょ全然。全くかかない。やっぱそうなりたいから。ちょっと目指して。はい。でガリガリのコンビを目指して。ガリガリの空気階段を目指して。目指して頑張ろうと思います。はい、なるほどね。はい。よろしくお願いします。はい。それではこの後1時までよろしくお願いします。お願いします。空気階段の踊り場。改めましてこんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。はい、今ねブース内に体重計がありまして、ありますね。はい、オープニング明けで体重計をちょっと持ち込みまして、だからもぐら測ってないでしょ、その太ったって言われ始めて、言われ始めてから測ってないです。だから今測ろう。今、うん、じゃあもう今乗って、測って100超えてたら病院行こう。100超えてたら、うん。な、何その感じ。不服感。いや、だってもう分かってんだもん。何が異常なのは。異常なのはね。いや、違う。だから生きねえ。100はもう異常だし、うん、いっぱいいろんなところは異常だから、何かすごい重大な異常につながってる場合があるじゃん。じゃあ、それじゃあ100超えてたら、うん、じゃあ俺咳は見てもらうわ、じゃなんで咳なんだ、なんで咳限定なんだ。咳は、まあちょっとおかしいなっていう。咳はすぐに行け。超えてなくても。100超えてたらだから咳は見てもらいます。じゃあちゃんと大きな病院に行って。うん、じゃあ、測って。じゃあ、失礼します。はい。あ、乗りました、今。僕の位置からは今数字は見えません。何キロでしょう。104.3 です。余裕超えじゃん。余裕超えだった。あ、そう。ずっと俺96だった。お前104なんだ今。104.3 です。あ、俺104のやつとお笑いやってたんだ。あ、気づかなかった。マジでやっぱ、ほんと気づかないもんだね、ずっと一緒にいたら。100超えてたね。うん。余裕で。余裕で超えてたわ。104だったわ。まずいな。あ、というわけでじゃあもう、うん、咳はもう見てもらえない病院行きます。ちゃんともう咳もうだし。これはもうしっかりじゃあ報告します。本当に一回全部健康診断に行って見てもらった方がいい。はい、まあだから咳見た後ね、ちゃんと報告しますんで。はい。ね。うん。よろしくお願いします、それは。はい。それはもう約束守りますんで。それはもう大きな病院に行ってください。わかりました、もうじゃあちゃんともう保険証使っていきます。はい。はい。まああとそれとですね。はい。それとは別に、うん、今日はですね、皆さんに、ご報告があります。めちゃくちゃ報告するじゃん。何回目これは。いや、これはもう、だから、俺もわかんないけども、うん、まあでも、やっぱ、この番組はね、うん、まあ自分の身に起こったことは全部リスナーに報告するっていう、それ約束でやってるから。うん、なんで、その上に基づいて、はい、今日は皆さんにご報告があります。では、まずはですね、はい、こちらをお聞きください。どうぞ。ただいまですね、杉並区役所に、おります。まあ今日ですね、今から婚姻届を提出する、ところでございます。はい、まあ番号がですね44番でして、今ですね42番まで呼ばれております。はい、もう間もなくあと2組で、呼ばれるところですけども、もうだんだん緊張してる、そういった心境でございます。ということで、私、鈴木もぐらはですね、これを収録している9月13日の朝に、杉並区役所にですね、婚姻届を出してきました。報告すんな、そんなこと。どうですか、いいよ。この緊張感。これ一人で行ってきたの？いや、これは、うん、越崎さんと一緒に行きました。トミちゃんはいない。は、今、なんで、北海道にね、うん、里帰り中なんで、はい、なんで、その、トミちゃんのところを書いた婚姻届送っていただいて、うん、で、あとはもう俺自分のとこ書いて、うん、で、証人の欄はまだ書いてなかったわけよ、俺のところは。ああ。そう。だからその証人を、越崎さんにお願いして。うん、そんな当日にお願いするもんじゃなくない？いや、もう忘れてたから、もう。てか、大抵さ、こういうお笑いコンビの場合、相方にお願いするもんなんじゃないの？いや、でもだって朝来てって言ってすぐ来れなかったかもしんないでしょ？まあ、そうかもしんない。そしたらもう間に合わないじゃない。ああ、まあ、これは今、出したところですけれども。うん。では、続きましてですね。
その出した婚姻届が受理されたかどうか。バカかよ。こちらもですね、収録をいたしましたので、お聞きください。どうぞ。はい。妻の氏で確認なんですけど、よろしいんですか？あ、はい、妻の氏で、はい、はい。これで終わりです。あ、じゃあもう僕はもう、京介で結婚したという、はい、もう独身じゃないってことですね。わかりました。ありがとうございます。ということでですね、婚姻届が受理されました。私、鈴木もぐら、結婚しました。ありがとうございます。ありがとうございますじゃないよ。何これ。なんか、これ、なんか面白ハプニングが起こってこそ、放送できるもんだから。ね、まあでもいろいろありましたけれども、うん、無事にですね、受理をされまして、はい、晴れてですね、はい、私、本日をもって、ともみちゃんと、夫婦になることができました。まあ、うん、まあ、おめでとうございます。ありがとうございます。こちらもでもやっぱご報告させていただかないとと、思いましたんでね。うんそれはもう妻の氏って言ってたの何なの？だからもう妻の氏を名乗るってことですよ。お前、え？いやだから、いやだから、ともみちゃん側の名字になるんですよ、俺は。え、マジで？マジで？いや、マジで嘘？本当に？うん、本当も何もだって別に普通でしょ？普通というか。嘘？うん、え、何？え、その、ともみちゃんの、養子いや別にだから、婿養子は、別になんないよ。婿入りではない。いや、婿入りではないけども。ただ、ともみちゃんの名字を、名乗るってことです。マジで？で簡単に言うと、うん、もうこの世に鈴木翔太はいないってことです。もう今は私は、お前誰？はい、お前誰？まあだからそれはちょっと言えないんだけども、やっぱりまあ下のね、名前もともみちゃんって出ちゃってるし。上の。言えないって何よ。いや、だからそれは上の名字まで言うとだって全部。フルネームが分かっちゃう。フルネームが分かっちゃうわけじゃない。え、言えないの？いやいや、それは言えない。何それ？それは言えないよ、だって。全然面白で変えたとかじゃなし、ただ、妻の氏を名乗り始めんの、お前。いや、妻の氏名乗りますよ。え、どうすんの？じゃあ、お前、え、何？芸名は？鈴木もぐらじゃん。いや、芸名は鈴木もぐらですよ。いや、だってよくいらっしゃるでしょ、うん、女優さんとかさ。うん、まあ、女性の場合はまあ、その、今まで独身時代の元の旧姓が、から変わるとややこしいみたいな。だから俺も変えないですよ。なんでお前はさ。俺も変わるとややこしい。いや違う。なんでお前は妻の氏を名乗ろうと思ったの？いや、だって、いやだからもうその考えがもう古いわ。いや違う、別に古いとかじゃなくて、なんでなのっていう。いや、なんで名乗ってたから別に妻の氏か、夫の氏かを、まず選ぶわけですよ。うん、婚姻登録の時はね。うん、まあ皆さん、まあ、誤解されてらっしゃるのが、うん、妻の氏を名乗る、うん、イコール婿養子。ああ、まあ、確かに僕、その、なんかイメージありました。っていうふうに思ってますよね。うん、でも違うんです。実際選べるんです。三択なの、実際は、うん。夫の氏を名乗る。うん、妻の氏を名乗る。うん、で、婿養子になる、うん。この三択なんです、結婚っていうのは。うんうん、で、私は、妻の氏を名乗る。うん、になったというだけでございます。鈴木じゃねえんだ、今。もうだからもう鈴木じゃないですよ。旧姓鈴木。旧姓鈴木です。旧姓鈴木翔太でございます。まあね。そうそう。すごいな。よく名前変わるな。いや、うるせえよ。それは。白鳥で生まれて。白鳥で生まれてね。白鳥鈴木。うん。ウイ鈴木。ウイ鈴木。ほにゃららという状態ですけども、今はね。もうぐらいになって、ほにゃらら。そうです。はい。そうなの。ああ。そう。だから別にまあそんなね、まあ珍しいことではあるけれども、うん、まあ別に普通話し合って、ええ、で、まあそうしようって言ってやったことですから、うんええ、で、もう婿養子とかでもないわけですし、はい、ね、はい、まああとその予定日がね、もう近づいてきてますんで、あまあそうですね、来週とか。そう、うん。だからそのできればね、俺は立ち会いたいのよ。ああ、はいはい。うん、やっぱ一生に一度しかないしね、うん、うん、立ち会いは行きたいから、まあね。うん、でもそのさ、やっぱ予定日ってずれたりするもんって言うじゃない？うん。その日ちょうどになんていうのはさ、やっぱり来ないじゃん。まあ、そうなのかな。俺も詳しくわからないけど。うん。だから、うん、その陣痛が来た時に、うん、その北海道に向かおうっていう、今約束になってるのね。はぁ、あ、はぁ、あ。そういう話に。陣痛が来たら、でも 100% 生まれるってわけでもないんでしょ、うん、まあ、陣痛が来てからだいたい何時間後とか、になるわけですよ。ああうん。まあでももう、その、初産だと、うん、まあ、ちょっと長かったりするから、そんなにその、最初で、
まあ、陣痛が来てから2時間で生まれましたみたいなのはあんまりないというか、うんうん、結構長くなるから。うん、そう。だから、まあ、陣痛が来てから北海道に行くっていう話になってるわけです。うんうん、まあ、なんで、その、もしかしたら俺ライブとか休むかもしれない。ふざけんなよ。ふざけんなよ。当然休みますけど、みたいなテンションで言うなよ。いや、そ陣痛来ちゃったらね。違う。ダメだよ。もしかしたら、ね。ダメだよ。うん、もちろん、この、ライブだけじゃなくて、踊り場の収録も休むかもしれないし。いや、むちゃくちゃ言うな。それはだから陣痛来ちゃったら。ダメ。いや、ダメってだから俺一緒に一回だからさ。いや、知ってるけどさ、大体、もうその場合は芸人はもう、いけないもんじゃん。なかなかその融通が効かないというか。いや、でもいけないってことはないじゃん、別に。もう、その考え方がやっぱ古いわ。もう、さっきのもう妻の宇治の時もそう。今回の立ち合いの件に関してもそう。本当に古いお前は。いつから新しい側の人間だったの？俺は妻の宇治を名乗って、うん、絶対立ち会うの。仕事を飛ばしてでも。そうだよ。飛ばすんじゃないの、うん、立ち会わせていただく。最悪だよ。わかる？そのために休ませていただくってこと。だからそういうことになった時は、お前一人で出るとかそういうことになるかもしれないから、さあ本当によろしく頼むよ。二人で一つだから。都合のいい時だけそんなこと言うなよ。いや、俺は二人で一つだから。そう。それはお前がそういう時になったら俺も頑張るしね。もちろん。わかった。うん。大丈夫ね。うん。じゃあ頼みますね。はい。よろしくお願いいたします。うん、はい。というわけでもう皆様にご報告でした。はい。それでは続きましてこちらのコーナー行きましょう。あんちゃん遊ぼ！こちらのコーナーでは私もぐらの9つ下の妹みーちゃんが考えそうな遊びの方法を募集しております。はい、というわけで早速参りましょう。ラジオネームロンより証拠の大ライズ。あんちゃんあんちゃんワンピースごっこして遊ぼう。うん、いいよ。ワンピースごっこ。じゃあ悪魔の見た目をパク。みーちゃんもパクもんもん。ねえねえ、あんちゃん何の実食べたの？あんちゃんのお腹を触ってみろ。え？うわぁ、ブヨブヨ。そうさ、俺はブヨブヨの実を食べたブヨブヨ人間だ。ブヨブヨ。みーちゃんは？みーちゃんはグミグミの実を食べたグミ人間。みーちゃんグミ好きだもんね。そう、みーちゃんは体全部食べても減らないグミなんだよ。それはすごいね。じゃあ早速いただきます。うん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 、うまい。こっちも、うん、あーうまい、うん、こっちも、うん、あーこのグミ美味しいね、うんうん美味しい、うん。みーちゃんがグミになったら、みーちゃんグミ食べられない。みーちゃんごめん。食べられないよ。お前がさ、なんか何か物を食うときに表現するみたいな、毎回キモいんだよな。すごい嫌だ。お前なんか、ネタ中とかでもその、物を食うっていう表現するときに、そんなやってたら、やってるっていう。別にそのキモくないですか。それラストですね。ラジオネーム、お茶飲み子。第1回、あんちゃんの使いやあらへんで、チキチキ。キキお水選手権。うん、いいよ。あんちゃんできる？じゃあね、目隠ししてこれ飲んで。はい、飲みましたよ。じゃあやるよ。じゃあね、これにしよっかな。なるほど。ちょっと軽気が強いかな、この水は。なんで、私が飲んだのは、学校の水ではございません。ピンポンピンポーン。よし、次行こう。じゃあ次はね、この水かね。うん、なるほど。私が飲んだのは、
干潟公園の水ではございません。ピンポーン。次、はい、年行き兄ちゃん家のお水ではございません。ピンポーン。次、あ、え、これ、え、いや、これっぽいな。うわ、どうしよう、行く？行くか。行くか。よし、私が飲んだのはこのうちのお水です。しかもすごい、あんちゃんすごいね。そうだろ、やっぱね、うちのお水が一番うまいからね。わあ、楽しい。全部ただの水で、ただの水。あ、もうこんな時間だ、早く帰らないとママに怒られちゃう。あんちゃん帰ろう、バイバーイ。あんちゃん結婚おめでとう。空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。私もぐらはいびきがでかすぎて漫画喫茶を出禁になったことがあります。ウェイウェイウェイ。踊り場。マイナビラフターナイト空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です。はい、はい、まあ、先週キングオブコントの準決勝がありまして、ええ、まあ、僕ら結果を知りまして、そうですね、でまだ、当日まで言えないということで、引き続き言えない状況でございます。はい、はい、まあ、そのライブ終わりとかにお客さんとかに、うん、なんかその聞いちゃいけないけど、まあ、うん、なんか声かけられるみたいなことはあるじゃないですか。いやいや、それはありますね、はい、うん、まあ、言っちゃいけないですけど本当応援してますみたいな感じっていうのは、うん、はい、言っていただけるね、はい、うん、で僕らの大ファン の, あのおじさんがいらっしゃるじゃないですか。いつものキャップの、いつものキャップの髪の長いね、髪の長い、要は俺がこの前ようやくステッカーをあげた、ね、はい、大ファンのおじさんが、ええ、そのいて、で、かたまりさんって言われて、あ、どうもどうもありがとうございます。まあ、いつものね。そう、いつもの。で、いつにもなくなんか興奮してて、はいはい、その、すごいなんか、ネットで見ました。評判すごい、よくて、すごい、絶対、準優勝だって言われて。準優勝っすかって。なんかわかんないけど。優勝はできないの、わかんない。おじさん的に。おじさん的には。おじさん的には。あのぐらいだったら準優勝だ。優勝だ。準優勝目指して頑張れっていうことね、はい。言われまして。ありがとうございます、おじさん。まあ、そう、まあ、まだ言えないんですけどね。うん。うん、まあ、おじさんの気持ちはありがたいよね。ありがとうございます。嬉しいです、本当、はい、ありがとうございます。体調優勝します。全然準優勝、はい、準優勝だ、はい、はい、というわけでもぐら、すべてのメールの宛先は、はい、全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp、 踊り場 @tbs.co.jp、 踊り場のりは RI です。はい、この後1時からは金曜ジャンク、バナナマンさんのバナナムーンゴールドです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さようなら。ニンニントロン、おじさんすいません。